子供たち、はい、これから先ほど読んだこの沢家心得を一つ一つ解説しますよ。はい。一つ、得たい結果を明確に言葉にしています。これはどういう意味かというと、得たい結果、これから欲しいなって思ってるような結果、毎日得てるよね、結果。自分がやったことに対して必ず結果がやってくる。この結果をどういう結果を得たいのかっていうのを自分で考えて、頭の中にその映像をね、作り出して、頭の中で、あ、こういう結果が来ればいいんだ、テストが100点になる結果が来ればいいんだとか、自分がかけっこで1番になる結果が欲しいんだとか、そういう結果を明確に頭の中に浮かんで、それを言葉にします。言葉にするんですよ。わかりましたか？言葉にするってことは、頭の中でなんかモヤモヤって、なんとなくこんな風になったらいいかな、こんな風になるのかなって思ってることが、子供、頭の中でモヤモヤって思ってることが言葉にした瞬間に明確にちゃんと分かる形になるのね、はい、その形で自分の頭の中に入れることによって、言葉にしないことは頭の中に存在してないのと同じなの。頭の中にその言葉にしたことが、あ、こういうことだなって自分の中でさまざまな感覚が結びつくのね、はい、例えば目で見ている感覚とか、匂いとか形とか味とか、そういったものが言葉にしたときに、あ、これだ、大根の味だ、走ってる感じだ、自分が走ってる絵だ、自分が1位になってる絵だ、自分が勉強してる、自分がドッジボールで勝ってる絵だ、そういう絵が、つまり得たい結果、これから手に入れたい未来の結果を明確に言葉にするんですよ、はい、そうしたら、あ、自分はこうなりたいんだなって自分で分かるのね、はい、得たい結果を明確に言葉にしています。はい、次、一つ、目の前のことに全集中、かっこフォーカスしています。全集中って鬼滅の刃でも言ってるよね。全集中っていうのは、すべての自分の意識をそこに向ける、今目の前にあるこのことに集中する。今お父さんが話をしていて、それを聞こうと自分で決めたのなら、その聞くことに自分の意識を全部集中する。そうすると、お父さんの話を聞きながら、あ、どうしようかな、次どうしようかなって他のことを考えていたら全集中してないよね、うん、そしたらせっかく使ってる脳みそがそのこと以外のことを考えているから忙しい状態になってしまう。忙しいっていうのは心をなくすって書いて忙しいって言うんだけれども、今やってること以外のことに時間を使ったり頭で考えたりしてるのが忙しいってことなんですよ、うん、なので目の前に全集中すると、一番自分の望んだ得たい結果が得られるし、時間がもったいなくないのね。一番大切なものは何ですか？時間です。そうだね、その大切な時間が一番効率よく使うことができる。一番少ない時間で一番得たい結果が得られるようになる。それは全集中することなんですよ。でも本当に全集中している人は、例えば子供、子供って呼びかけても全集中してるから、お父さんが子供って呼んでるのも聞こえなくなっちゃうね。そのくらい全集中することもあるんですよ、はい、他から邪魔が入ったり叩かれたり引っかかれたりしても、そのことに本当に全集中していたら、今本を読んでいてそれに全集中してたら、隣で誰か引っかかれても気づかない。それが本当の全集中だけど、そこまで行くとね、あの車に引かれたり、まあ、交通事故にあったりね、そういうことも起こるから、そこまで全集中するのは全集中のプロ、鬼殺隊のね、あの炭治郎とか、ああいう人たちはそこまで全集中してる。鬼を倒すことに全集中してるんだね、うん、フォーカスするっていうのは、自分の考えをその一点に集中させること。これがフォーカスですよ。はい。例えば、悲しくて泣いてるときには何にフォーカスしてるかっていうと、過去にフォーカスして、その悲しかったことにフォーカスして、自分でそれを何回も何回も悲しいことを味わおうとしてるから、悲しくなってくるんだね。はい。でも、あ、叱られたな。なんで叱ってくれたんだろう。そうだ、こういう、あ、今度からそこの失敗を段階的成功にして、次から失敗しないようにしよう。成功のためにこの経験を使おうっていうふうに、そこにフォーカスしたら、集中したら全然悲しくないね、うん、つまり全部自分が集中しているところにフォーカスすると、最高に時間を大切にしたことになるんですよ。はい、はい、次、3番目ね、はい、一つ、アグレッシブにしつこくチャンスを掴んでいます。はい、アグレッシブっていうのは攻撃的なとか、もうものすごい積極的にっていう意味なんだけれども、普通に積極的にね、チャンスをつかむもんじゃなくて、
それがいいことだろうと悪いことだろうとわからない時でも、はいってまず手を挙げて、そのチャンスをつかみに行くんだね。もし、これはいいことかな、悪いことかな、あ、これはどうやらいいことのようだから、チャンスをつかみに行こうっていうふうに考えてると、そのチャンスはあっという間に通り過ぎていってなくなってしまう。しかも、自分がいいと思うっていうことは、自分が分かる範囲内でのいいものしか掴むことができないね。でも大概先生とかお父さんとかお母さんがこれはいいですよやる人って言った時は、これやった方がいいことに決まってるわけだから、自分がそれがいいことなのか悪いことなのかって自分の価値観で判断するよりも、それをすでに経験してるより分かってる人の価値観でそれをがいいっていうことを、あ、この人がいいって言ってんだからいいんだろうな、私はまずこのチャンスをつかみに行きますっていう姿勢を表すために、アグレッシブ、攻撃的に、自ら積極的に、はいって手を挙げてそのチャンスをつかみに行く。しかもそれは1回や2回、ダメですよって言われても諦めることなく、何回も何回もしつこくとやるんだね。簡単に諦めてしまう人はどうですか？チャンスをつかめますか？いいえ。そうだね。じゃあ最初からチャンスかな、どうかなって分かんないで考えてるうちに、どんどんチャンスは流れていってしまいますか？はい。そうですよ。だからまずチャンスかと思った時には、はいって手を挙げて、私がやります、私に経験させてくださいって言って、どんどん経験してチャンスをつかんで、それで失敗してもいいんですよ。なぜならば失敗は段階的成功になるからね、はい、何回も失敗するから初めて成功するんだよね。最初から成功できると思ってる人いますか？いえ。そうだね。だから諦めずにしつこく何回もチャンスをつかみに行くんですよ。はい、はい。4番目、1つ、経験して段階的成功、かっこ失敗をし、自らに投資をしていきます。投資っていうのは何ですか？寒くなって死んでしまうことではありませんよ。投資っていうのは、大切なものを投げて、ね、大切なものを投じて、その代わりにもっといいものを得ること、これが投資と言います。なので、大切なものは例えば自分の時間だとか、ね、自分のお金とか自分の知識だとか、そういうものを相手に与えたり、お金を相手に与えたり、大切な人に与えて、いろんなことを代わりに経験を買うんだね、はいはい、経験すればするほど自分は今までできなかったことができるようになったり、これはダメかな、無理かな、難しいかな、初めてのことかなって思ってたことがどんどん当たり前になっていって、当たり前になっていったら今までできなかった買ったことが当たり前にできるようになる。これは難しいな、これはできなさそうだな。その証拠に、子どもたちは最初日本語を喋ることができませんでしたよ。でも毎日何回も失敗しながら、それは言葉の使い方が違いますよとか、先生とかお父さんから教わりながら、今こんなに日本語が使えるようになったのね。それは失敗したからなんですよ。で、多くの人がね、失敗しないようにって思ってるけど、これが一番の間違いなんだね。なぜならば失敗しないってことは、何も挑戦してない、アグレッシブにチャンスを掴んでないってことなんですよ、はい、ということは、失敗を何回もしてる人と失敗を全然してない人は、どっちがアグレッシブでチャンスを掴みに行っていますか？失敗をいっぱいしてる人です。そうだね。だから段階的成功、失敗っていうのは何もないんだね。自分が諦めたら失敗になってしまうけれども、すべて成功するために、成功っていうのはいきなり来ないから、階段のようにね、ちょっとずつ登っていって成功するから、その階段のことを段階的成功っていうんだね。はい。すべての失敗は段階的成功だから、どんどん失敗しなさい。はい。そしてそれは失敗ではなく段階的成功っていうんですよ。はい。ね、エジソンも何回も何回も失敗を繰り返して、最後は電球を発明したんだね。その電球を発明するために、その失敗が一つでもなかったら、その電球は発明できなかったんですよ。はい。わかりましたか？わかりました。はい。じゃあ5つ目ね。1つ、目の前の相手は自分です。相手に良いものを渡しています。目の前の相手は自分なんだね、はい、子供から見てお父さんは自分なんです。で、お父さんから見て子供も自分なのね。だから自分が、でも子供はまだ経験が少ないから、お父さんと同じ経験をしてないので、違った考え方や価値観を今持って、今勉強して成長している最中だね、はい、なので目の前の相手は自分自身、お父さんは自分に、昔の自分に今教えてるつもりで話をしてるんですよ、はい、
この自分が成長してくれたらお父さんも嬉しいし、ね、子供たちも成長して、子供たちが成長してくれることがお父さん一番嬉しいことだから、子供たちを成長させるために、つまりいろんな経験をさせるために今一生懸命話をしてるのね。はい。で、相手に良いものを渡します。自分が悪いものを相手に渡したら自分には何が返ってきますか？悪いもの。そうだね。自分が良いものを返し相手にあげたら何が返ってきますか？もっと良いものね。そうだね。自分があげたものが、小さいものはすぐ返ってくるかもしれないけど、大きいものはそれがずっと何年も経って返ってくるかもしれないね。例えば子供が他の子供にやめてくださいとかって言ったら、そのやめてくださいって言った嫌なものがまた相手に伝わって、相手がまた今度嫌なことをしてくるんですよ。なんででも嫌なものを相手に渡したかっていうと、最初にその相手が嫌なことをしてきたから、やめてくださいっていう、ね、嫌なものをもらったからやめてくださいってなって、やめてくださいっていうのを渡したから、また相手が嫌なものを渡してくるんだね、うん、でも最初に相手が喜ぶようなことをしてあげたら、この子はいい子だなって思って、また自分は今度その人に優しくしたりしていいものを渡す。だから一番最初にいいものを渡すことが大切なんですよ、はい、そして普通の人は嫌なものをもらったら嫌なものを渡す、いいものをもらったらいいものを渡す、これは普通の人ですね。でも自分の人生をいい風に変えていく普通じゃない、ただものでないいい人は、相手から嫌なものをもらったときに何を渡しますか？いいものです。そうだね。自分が嫌なものをもらってもいいものを渡す。例えば笑顔でいるっていうのは相手にいいものを渡したことになりますね。はい。例えばやめてくださいとか言ったらってやったら、これは相手に嫌なものを渡したことになりますね、はい、普通の人は嫌なものをもらったら嫌なものを渡してしまうんだけれども、自分の人生を自分の力で変えていく人は嫌なものをもらってもいいものを返すんですよ。はい。まあその時にね、いきなりいいものを返すのは難しいので、とりあえず近くにいると嫌なものを渡してしまいそうな時にはその場を離れたりするのもいい方法ですね。はい。とにかく我々が考えるのは、相手に対して、目の前の相手に対していいものを渡していくっていうことを考えるんですよ。はい。でもね、ついついまだ子供は未熟だから、お父さんもねまだ未熟だけれども、嫌なものをもらうと嫌な気分になって嫌なものを渡してしまうんだね。嫌なものを渡してるときには自分が嫌いなときですよ。はい。なので自分が嫌いになってるなって思ったら、ちょっと場所を離れて一息置くと、そしていいものを渡せるようにするんですよ、子供。はい。分かりましたか？分かりました。はい。じゃあ6番目ですよ。一つ、愛は急ぐ。未来を今生きています。普通の人は過去にフォーカスして過去を生きてるんだね、うん、過去にフォーカスするっていうのは、さっき叱られたなとか、あの時あいつがこういうこと言わなければよかったのにとか、過去に起こって絶対に変わらないことをまた思い出して、それを頭の中でぐるぐる回してそればっかり考えて、そこに全集中フォーカスしてるんだね。ということはその人は何を生きてるのかっていうと、今思い出している過去を生きてることになるんだね。それが普通の人なんですよ。で、過去は絶対に変わらないから、それを思い出してもしょうがないね。ましてやそれを思い出して嫌な気分になってるのが一番悪いし、変わらないことを迷ったりしていても時間の無駄、一番大切な時間が意味もなくなくなっていくからね。じゃあその逆は一体何なのか。それは過去を生きるんではなく未来を生きる。普通の人とかは未来じゃなくて、今を生きるっていうんだけどね、さらに進んだ考え方は未来を生きるってことなんですよ。これは今ね、まだ分かんないかもしれないけど、瞑想っていう自分の心を落ち着かせる方法があるんだけど、それは何をやってるのかっていうと、今に全集中するのね。人間は考えているとついつい過去のことを思い出して考えてしまって、過去を生きてしまって、それで時間を無駄にしてしまうから、そうならないように今、つまり感覚的なものを今手に入れようとするのね。つまり自分が今何かを食べているとか、今座禅をしているとか、今は呼吸はこういうふうになっているとか、今やっていることに意識を向けるのが 禅とかその瞑想なんですよ、はい、でもその瞑想、未来を生きる、つまり僕は未来にこういうふうになっているんだ、得たい結果はこうなっているんだ、だからそのためにこうしようっていう、未来にそれを達成している姿を思い浮かべて生きる、これが過去を生きているのの真反対だね。だからこういうふうに生きていけたらいいね。はい。
これはだんだんできるように訓練していきましょう。はい。そして愛は急げ。愛っていうのはね、その人のためになることをするのではない。相手に関心を持って関わり続けること。つまり、お父さんは今子供たちに一生懸命お父さんの大切な時間を使って話をしてるよね。はい。これは子供たちのことが好きで、子供たちに関心を持って、子供たちのために時間を使って、子供たちがお父さんが価値があると思っている考え方を手に入れてくれたら嬉しいなって思ってるんですよ。はい。これは子供たちに関心を持ってる。でも、子供たちはひょっとしたら、お父さんの話は早く終わらないかなって思ってるかもしれない。お父さんの話を聞くより、ファミコンやりたいなって思ってるかもしれない。つまり、子供たちにとっては迷惑なことかもしれないね。でも、迷惑かどうかは相手の問題だから、つまり、子供たちがどう感じるかの問題だから、受け取る側の問題だから、お父さんは関係ないんですよ。お父さんはお父さんがいいと思うことを関わり続ける。相手が欲しいものを与えても、それが本当にその人のためになってるかどうかわからない。ね、それは相手の知識レベルとかその時の状態によるからね。どんなに相手が欲しがってるものを今あげて、ね、ありがとうお父さんこれをくれてって言っても、それが本当に子どもたちのためになってるか、今は子どもたちのためになったとしても、このあと10年20年後に子どもたちのためになってるのかっていうのは分からない。子どもも分からないし、お父さんも分からない。だったら相手の迷惑になるかもしれないけれども、お父さんが渡したい本当にいいものを渡す、つまり関わる、お父さんが関わりたいように関わる、これが愛なんですよ、ね。マザー・テレサっていう人が、ね、言ってたんだけど、愛の反対は無関心だって言ってる。ということは、愛の反対が無関心なら、愛は一体何かっていうと、関心を持つこと、関心を持って関わり続けること、これが愛なんですよ。だからお父さんは愛を持って子供たちに接しています。そして愛は急げ、つまりお父さんは明日死ぬかもしれません。お母さんもいないかもしれません。愛を与えようと思った時にそれが与えられるとは限らないのね。だから今できることを今やるの。今できることを今やるんですよ。はい。それが愛は急げってことなの。はい。いくら愛しようと思ってもその時にお父さんお母さんいないかもしれません。はい。だから今お父さんとお母さんがいなくなっても生きていけるように、15歳になるまでに、ならない前でも生きていけるように、お父さんは子供たちを今育てているんですよ。そのためには一生懸命お父さんの思いを伝えないといけないのね。だから子供たちに正座して今のこの話を聞いてもらってるんですよ。愛は急げ、未来を今生きる。お父さんは今を生きてないの。子供たちがもう少しだった15歳になって大人になった時に一人で生きていけるような、その未来をお父さんは今思い描いて、そこを生きてるのね。未来を生きてるんですよ。未来を生きてるから、これからこうなってほしい、この考え方を身につけてほしい、お父さんが40年経ってようやく手に入れたこの考え方を今話してるんですよ。わかりましたか？はい。じゃあ7つ目ね、もうすぐで最後ですよ。1つ、すべてが最良です。現状を感謝しています。最良っていうのは最もいいってことね。今ここにあるこの世が、今この世の状態が一番いい状態だ。なぜならば、他の今ってないよね。他の今はないんですよ。はい。で、過去は変わらない。だとしたら、今この状態が最高であり、最低である。だから、最低であるって言ってもいいし、最高であるって言ってもいい。だったら最高で、最良ですって言う。これよりいい未来はないのね。はい。しかもありがたいこと、すべてのことは全部誰かが事前に準備してくれたことなんですよ。はい。ご飯を作るのも、ご飯を作ってくれた人が、ご飯を育ててくれた人が、お肉を食べるためにお肉を殺、ね、生き物を殺してくれた人がみんな準備してくれてる。はい。だから今この状態に感謝する。当たり前のことありますか？いえ。そうなんです。当たり前のことは一つもないんです。全部ありがたいことなんです。ありがたいっていうのは滅多にないことが今まさに起こっている。子供たちは今生きてるのが当たり前ですか？いえ。そうだね。死んでしまった子供たちもいっぱいいるんですよ。はい。わかりますか？わかりました。でも今子供たちは生きて、お父さんの話を聞いたり、ご飯を食べたり、寝たり、ファミコンしたり、好きな本を読むことができているね。はい。これは当たり前じゃないんですよ。だから現状に感謝する。現状っていうのは今
ここにあるこの状態のことを現状っていう。この現状に感謝していますか？はい。いいですね。はい、それではもう一回これを読んでいきたいと思います。でお父さんについてきなさい。はい。声を出してついてくるんですよ。一、はい、つ。一つ。得たい結果を。得たい結果を。明確に言葉にしています。明確に言葉をしています。はい。一つ。一つ。目の前のことに。目の前のことに。全集中、フォーカスしています。全集中、フォーカスしています。そうだね。一つ。一つ。アグレッシブにしつこく。アグレッシブにしつこく。チャンスをつかんでいます。チャンスをつかんでいます。一つ。一つ。経験して。経験して。段階的成功かっこ失敗をし。段階的成功かっこ失敗をし。自らに投資しています。自らに投資しています。そうだね。一つ。一つ。目の前の相手は自分です。目の前の相手は自分です。相手に良いものを渡しています。相手に良いものを渡しています。一つ。一つ。愛は急げ。愛は急げ。未来を今生きています。未来を今生きています。一つ。一つ。全てが最良です。全てが最良です。現状感謝しています。現状感謝しています。このように我々は生きていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。